はい、皆さんこんばんは、みなつです。スーパーファミコン、ファイアーエムブレム、紋章謎、暗黒戦争編、パート23ですね。やっていきましょう。変わらぬ画面で、申し訳ないですがね。さあ、ちょっとね、どうしようもないんだよね。左が大渋滞中だし、あれをね、ちょっと突き進んでいくのは怖すぎて、チキンプレイしかできないよ。まあ、そのおかげもあって、所持金はだいぶ増えてんだけどね。ああ、ソルジャーか、ダメだ。力上がんなかったな。高速が上がるのは別にいらないんだがな。できれば力があってほしいね。たとえシスターであろうと。力さらに上がった。HP も上がった。どうも、これ以上レベル上げない方がいいかな。ちょっと悩みどこだね。出てきたの。今回レベルアップタイミングだね。
こないなぁ。和骨すげえ状況だな。はい、マストいらっしゃい。よし、登録。なんかね、増援が途切れないのよ。もう40ターン近くなってるはずなんだけど。さあ、あと一撃、クリティカルなしでやってくれ。うーわ。マジか。この攻撃終わった後倒していくのが面倒だな、わら。そうそうそうだ、ちょっと飛ばそうかなって思ってたりね。まあ仕方ない。ん？あれ？あ、ワープの図になってるわ。こっち側どうしようかな。今の状態なら、もう動画は攻撃受けないんだよね。こいつらの攻撃力じゃ、こいつは攻撃できないから。だからワープを2個使って、マリクとマルスを飛ばして、やった方がいいかなとか思ってたりする。武器弱すぎないか。はい、3個目さんいらっしゃい。弱すぎる。誰の武器だろう。こっちのかな。はい、ワッシャーさんいらっしゃい、こんばんは。誰の武器だろう。次820だね。これ敵の数がイベントにしか見えないな、わら。そうなんだよね。倒せば倒しただけ多分まだまだ出てくるんだと思うけど。多分各取り手から出てくる数が決まってて、で今左から順番に、なくなっていってるから、まだ右側の取り手が残ってるからね。多分倒してもまだまだ増えるだろうね。あ、ソルジャーか。ソルジャーはね、外れなのでキャンセルします。ちょっと期限決めないと先進まないから、あと誰育てるかを考えとかないとな。カインはとりあえずあと2上げてレベル10に。ジェイガンいないんだね。ジェイガンはお留守番ですね。もともと最初のうちで、私の中で2軍落ちにしてたんで。
ナイス。そのまま先行取ってくれ。いいね。あ、避けられたら意味ないじゃないか。4% 避けられたよ。やっぱ 100% 以外は信じちゃいけないね。わらわら。しかも2回攻撃食らったし。杖温存したかった。そして当たるというね、わら。なあ、まったくもうだよ。あれだな、アーチャー倒せないと買い物に行けないんだよな。行っても大丈夫なやつで買い物行くしかないか。そうね、このライブの杖がここの店で買えるんだけど、ここ行くとこいつから攻撃受けちゃうからさ。頑丈そうな。回復したオグマかな。HP 一番あるの誰だ。やっぱオグマか。ああ、動画と思ったら、動画はダメだ。ちょっと、後で足りなくなってきたら、オグマさんに買い物してもらおう。ナバールとオグマどっちか。はい、どっちが、なんでしょうかね。動画はアーチャーチクチクしないのか？今の状態だともう左側から攻撃受けない状態で、攻撃するとまた、まだループにはまってる？こっちからね、ソシアルナイトとかアーマーナイトが突っ込んでくるから、ちょっと左はこのまま渋滞させとこうかなと思ってるんだけどね。はい、たくさんいらっしゃい、こんばんは。今の状況が、48ターンなんだけど、増援がね、止まらない。倒すと出てくるから、今。風切らせるのになと思ったけど、そういう考えがあるのね。そうそう。で、なんか下手にレベル上げすぎると、後々に、手に入るアイテムでレベル上げれる分が減るから、ちょっとこの辺で止めとこうかなと思ってるんだけどね。お、そして動画高速が4に上がってる。いつの間に速さ上がってたのか。アーチャーにも2回攻撃できるぞ。動ける巨体やね。素晴らしい。クラスチェンジしたら1に戻るから、その時に使ったら良いんじゃないか。上げ10以上でクラスチェンジできるけど、20まで上げれて、でその20になった能力を引き継いだままレベル1になるから、高い数値にのキャラを作ろうと思ったら、おそらくあまりレベルを上げすぎない方がいいんだと思うんだけど。
三つ全部敵先生か。悲しいな。賞金高い敵を仲間にしようよ。賞金高い敵を仲間に。とは。何のことだ。14個目さんいらっしゃい。強いやつ。あ、闘技場の賞金高い敵を倒せってことかな。仲間にならないでしょ。倒しても仲間ならないし、料金高いと敵強くなるからね。で、今のこの820の盗賊が一番、安心して戦えるからこいつ戦ってんだけど。他はちょっとね、相性悪かったりしてね。単純に、賞金高いやつは、戦おうとも思ってないから、やってないからわかんないけど、アーマーナイトとか、こっちの攻撃が一切弾かれる敵とかもいるから、なるべくね、必殺の心配もなく、倒せる敵を倒してますね。もしかしたらあれかな、新紋章の謎とかだったら、仲間になったりするんかな、キャラが。結構システムが変わってたりするだろうしね。できないと思う、わらわら。じゃあなんで言った逆にね、今820を狙ってるけど、大丈夫よ。この670とかがね、安いから弱いっていうわけでもないから困るんだよね。あー、ソルジャーは外れなんだよ。こいつ戦っちゃダメなやつだ。そう、一旦無駄にしたじゃないか。武器も強いやつ装備しない方とかあるの。武器は、闘技場は、自動で装備されるので、意味ない、なかったんですよね。こっちの最初ね、この傭兵やってたんだけど、キルソードとか持たしていこうと思ったら、鉄の剣に自動的に変更されたので、おそらく闘技場は自動で武器が切り替わるんじゃなかろうか。切り替わると思います。どうしよう、この3、この3、回復、いいか。死なないしな、どっちにしろ。盗賊なら、あー、また2連続ソルジャーかよ。こいつはね、敵が鋼の槍装備してるのもあって、攻撃が痛い。オッケー、盗賊。
オッケー、開始に出なかった。さあ、何が上がるかな。技、素早さ。素早さはまあいい。あ、守備力上がった。おう、珍しい。今レベル上がったから830でいいんだよね。OK。ちなみに、どこまで上げるんだ？わら。とりあえず、カインは10にする。うん。で、その後が、悩むとこやね。他のやつも上げた方がいいのか。わかんないからなぁ。あとはレナも10になれそうだね。一応このカインがね、4人目かな？レベル10にしたのは。レベル10になるやつか。主要だと思われる。キャラは上げたいところだけどね。そうそう、なんだけど、多分この前、その遠隔勢は多分向いてないんだよね、そういうのは。闘技場はきっと。わからないけど。やってみないとわかんないよな。まあ、とりあえず、カイン、今回でレベルが上がるから、とりあえず上げ切ろう。逆に他のキャラもやるってなったら、上げた方がいいかな？どうだろう？今後のことを考えると、全員上がってる方が、安心して次のショーとかね、挑めるけど。HP とかにも余裕出るだろうしね。出ないね。130だよ、830。
2回も避けた。よし、回心なし。さあ、いいの上がってくれ。お、いいね。お、力素早さいいね。最大 HP。やったよー。いい感じで座ってくれたね。に比べて、アベルさん。力弱いんだよー。ナバールもな、力上がんなかったからな。終了まであと3分になりました。弱いな、わら。ただね、技は上がってるから、回心率はめっちゃ上がってるわ。他のメンツも10まで上げようと思うと、だいぶ時間かかるだろうし、そもそも倒せそうな敵を探すのは大変だよね。でもやっぱり、後々のことを考えて、可能なら10まで上げたいな。どうしようか。で、ターンスネーム。けど終わったぜ。は、はじめ。よし、決めた。裏でね、全員10までやる。で、終わったら、また改めて、ファイアーエンブレムの枠取ります。なんで、ちょっとね、しばらく間空くかと思いますが。終了まであと1分になりました。次枠予約を無効にしました。というわけで、今日のファイアーエンブレムの枠はここで終わろうかと思います。お疲れ様でした。お疲れ様。この作業ね、ずっと放送でやるのもね、なんだしね。というわけで、次回強くなったみんなを見せれたらいいなと思います。視聴してくれた皆さんありがとう。はい、では今日はねちょっと短めの枠数でしたが、見に来てくださった方ありがとうございました。お疲れ様です。